Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tones.20世紀ロックへようこそ。つい先日、以前にアップしたデビッド・ボーイの動画のコメント欄に、ベルリン期の魅力って何すかって書き込みがあって、それが素朴な疑問なのか、世間のベルリン推しに対する批判が含まれてるのか、真意はちょっとわからないんだけど、でもその書き込みを見て、即座に頭に浮かんだのは、そんなのわかるわけないじゃんってことだったのね。だって俺10代の頃に初めて聞いた時から、一瞬ですげえと思ったし、むしろストーンズやゼッペリンよりスッて入ってきたものだったりするからね。なんだけど、せっかくの機会かもなんで、今日はデビッド・ボーイがベルリンで制作した3枚のアルバムについて、俺が好きなのはここって話をしてみようと思うのね。もちろんいつも通り理屈じゃないっていうか、あくまで感覚的なものなので、全然質問に対する答えにはならないのかもだけど、でもそれでいいかなって。一人でも多くの人がこの時期の作品を聞くきっかけになればそれで同じなわけだし。そうそう、今日たまたまこの動画に遭遇したぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会っていうのはスタンスで、時代や国境を越えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは、少なくともデビッド・ボーイの充実期の一つであることは間違いない、ベルリン期の作品にズームインと。まず1枚目はぶっちゃけ世紀の大名盤、ロー。ベルリン期の作品は当時のジャーマンロック、クラウトロックっていうんだっけ、そのあたりの影響が顕著とか、ブライアン・イーノの影響がとか言われがちだけど、でもいきなりガラッと作風を変えて廃墟からベルリンですよっていうのとは全然違うと思ってて、なんなら一つ前のステーション・トゥ・ステーションがちゃんと予告してるというか、ステーション・ステーションの延長だと俺は思ってたりするのね。だいたいギターのカルロス・アロマ、ベースのジョージ・ムーレイ、あとドラムのデニス・デイビスっていう基本的なメンバーは変わってないし、なので飛び交う電子音に惑わされそうになるけど、実際は A 面1曲目のスピード・オブ・ライフからしてめちゃめちゃファンキーだったりすると。それは2曲目のブレイキング・グラスも一緒で、サウンドの処理とか発信音みたいなシンセとか確かに同一的だけど、でも根っこはボーイ流ファンクだと思うわけ。次のファットインザワールドは俺がこのアルバムでぶっちぎりに好きな曲だったりするんだけど、めちゃめちゃ軽やかでダンサブルで、もはや難解さのかけらもないと。これ83年のボーイが世界的に大ブレイクした時のシリアスムーンライトツアーでもプレイされてたりするけど、もうダンスというか歌ってる時のアクションが超絶かっこいいんだよね。つか次のサウンド&ビジョンもさ、なんならリラックス感のある自然に腰が揺れちゃうような曲だからね。そんな感じで聴き進めてると、マジで A 面は一瞬で終わるっていうか、流れとか構成って意味ではビートルズのサージェント・ペッパーズくらい完璧だと思ってたりします。でとはいえとはいえ問題は B 面なんですけど、ここからは確かに当時ブライアン・イーノが追求してた路線だし、そもそもドイツの電子音楽っていうのは根っこにシュトックハウゼンがいたりっていう実験音楽の延長だったりするから、ちょっとロックの文脈で捉えちゃダメかもしれない。なんかよくね、ローの B 面がロックの可能性を広げたみたいな記述も読んだりすることあるけど、それは違うでしょって思うし、むしろロックではないってはっきり言うべきだし、ただ聞いてると意外と癖になるよっていうのが本当のとこだと思うんですよね。つか俺の感覚だとワルシャワって曲のボーイの声が重なるとことか最高にかっこいいし、アウトディケイドって曲はメロディーがあるから意外と聞きやすいし、ウィーピングウォールなんてスティーブ・ライヒのマリンバのやつみたいだったり、聞きようによっては民族音楽みたいにも聞こえる。ラストのサブタレニアンズはさすがにちょっと捉えどころがない気がするけど、でもだからこそ逆にボーイの声が聞こえてくると安心するっていうか、なんならそこで魂の浄化みたいな。そうだね、とにかく何がいいんだろうって考えるくらいだったら A 面だけ聞けばいいし、世の中には B 面も愛せる人がいるんだなって思ってればいいだけの話なんですよ。それでも年に一度か5年後10年後、気が向かなくても忘れた頃に聞いてみるのはありだと思う。ある日突然、こんなに気持ちよかったんだって分かることもあったりするからね。次は日本が世界に誇るロック写真家、スキタ正義の写真でおなじみだったりもするヒーローズ。これもローと同じ年、1977年の作品ですけど、ぶっちゃけ A 面はローよりロックっぽさが増してて、B 面はもはやガチのアンビエントって感じで難解さが増してるっていう、振り幅の大きい作品になってるんだけど、そうだね、1曲目のビューティー&ザビーストにしても、その次のジョー・ザ・ライオンにしても、ローと比べるとぐっと硬質というか、ドイツ味が増してる。リズムもカチッとしてるんですよね。サウンド的にはジャーマンプログレっていうより、後のジャーマンニューウェーブを先取りしてるみたい。あと、ボーイ自身のボーカルがさ、ビューティー&ザビーストはクールで、ジョー・ザ・ライオンはヒステリック、その次のタイトル曲ヒーローズはエモーショナルっていう、もう曲が進むごとにそれぞれ異なる歌い方がかっこいいっていうか、この時期のボーカルは絶好調だと思ってて、おそらく体調がいいんだと思うんですよね。で A 面4曲目のサンズ・オブ・サイレント・エイジって曲がもうほんとザ・デビッド・ボーイって感じがして、個人的にはちょっと特別に好きなんですけど、この曲は87年の髪型がやらかしてる感のあるグラス・スパイダーツアーでもプレイされてたりするんだけど、ギターで参加してる
ピーター・フランプトンに途中のパートを歌わせちゃったりして、それもたまらなくかっこいいっていう。そうだね、 A 面ラストのブラックアウトも過激でフリーキーでめちゃめちゃアグレッシブだったりするんで、これもダメだって人にはむしろ何がダメなのか聞いてみたい。だって普通に最高のロックなんだもん。なんだけどよ、問題は B 面で、ヒーローズの B 面はつい先日まで俺も苦手だったの。まあ、1曲目の V2 シュナイダーはボコーダーっぽい声以外はファンキーな曲で、サックスなんてご陽気だし、ストレンジな雰囲気が漂ってるのは間違いないけど、でもこれはかっこいいと思えるはずなのね。で次のセンスオブダウトって曲は、これはね、映画のサウンドトラックと思って聞くとしっくりくるはず。あのバンゲリスとか聞くイメージって言えばいいのかな。つまりボーイの曲とは思ってないし、ボーイの魅力を感じるかっていうと感じないの。要するに脳内に映像が浮かぶかどうかの勝負なんじゃないかな。まあそれって浮かぶときは自然に浮かぶものだから、無理してもしょうがないし、浮かばないことを嘆いてもしょうがないんだけどね。で次のモスガーデンって曲はさらに難易度が増すんだけど、これボーイのドキュメントだったか好きた正義のドキュメントだったか、とにかく映画の中で京都の美しい風景のバックにこの曲が流れてて、それがピタッとハマってて、それ見て以降は全然普通に心地よく聴けるようになっちゃったんですよね。反応できるようになるきっかけなんて意外とそんなもんなんだよね。ほんと少しのきっかけなんつって、次のノイケルンって曲は未だにうんって感じなんだけどさ。そうだね、ラストソングの魅力を知ってるからわざわざ飛ばしたりはしないけど、でも良さは未だにわからない。最後はロー・ヒーローズと同じくベルリンのハンザスタジオでレコーディングされて、1977年にリリースされたイギーポップのソロ第一弾アルバム、イディオット。まあ一般的にはヒーローズの次のロジャーを加えてベルリン三部作って言ったりすることはもちろん承知してるけど、でもそれどう考えてもおかしくて、大体ロジャーはスイスでレコーディングされてるし、時期も2年後だし、サウンド的にもローやヒーローズよりむしろ次回作のスケアリーモンスターズに近いっていう。マジでそこでくくりたがる人いっぱいいるけど、でも何基準でくくってるのか全く分かんないんですよ。むしろ同時期に同コンセプトで作られてるこのイディオットこそがボーイのベルリン三部作の3枚目にふさわしいと思うわけ。って知ってる人はみんなそう思ってるはずなんだよね。あの77年にはもう1枚イギー名義でラストフォーライフってアルバムも発売されてるけど、あれはバンドサウンドというか目指してる方向がまるで違うので、ボーイのベルリン期みたいなアウトラインでくくるのはそれはそれで違和感があるかなと。まああれは同時期に生まれた別方向の傑作として捉えてたりしますけどね。でこのイディオットをボーイの3部作に数えるのは、同じ年に同じ場所でレコーディングされたっていうだけではなく、そもそもボーイがプロデュースしてて、全ての楽曲はボーイとイギーの共作で、参加メンバーもカルロ・サロマ、ジョージ・ムーレイ、デニス・デイビスっていう、つまりロー・ヒーローズと基本的に同じだったりするわけですよ。つか A 面1曲目のシスター・ミッドナイトのイントロだけでベルリン3部作の一員にしてもらえるはずだし、2曲目のナイト・クラビングにも言えることなんだけど、まあ、とにかくローと一緒で意外なほどファンキーなんですよ。こう電気仕掛けのファンクっていうかね。でそこにイギーらしいめちゃめちゃ危険な匂いが充満してるっていう。あ、そうそう、俺が初めてイギーポップに触れたのはこのアルバムだったりするので、イギーっていうのは魅惑の低音ボイスなのねって高校出るくらいまで思ってたりしました。で3曲目のファンタイムって曲は、これはベルベットアンダーグラウンドがドーピングしたみたいな曲だったりするけど、つか次のベイビーもなんだけど、ボーイが自分のアルバムより攻めてるというか、こうポップな要素を捨て去っていかにもベルリンって感じのデカダンな雰囲気を狙ってる気がするなんて言ってると、 A 面のラストにデビッドボーイのカバーでおなじみのチャイナガールだからね。あの俺はレッツダンスからボーイに入った口だから、いわゆる70年代リアルタイマーの人と比べたらガゼンレッツダンスに甘いんだけど、まあそれでもチャイナガールの正解はこっちかなって思いますね。グッドスリリングというか禁断のラブアフェアっぽい、こうシッって感じで、 B 面にひっくり返すとひときわ重苦しいダムダムボーイズが人の気を狂わせるって感じで、これストゥージーズの鎮魂歌みたいな歌なんですけど、あの俺はさ、人の死と作品を結びつけるのとかすごく嫌いなんだけど、でもジョイディビジョンのイアン・カーチスが自殺した時というか遺体が発見された時、このレコードがターンテーブルに載ってたって話だけはどうしてもこの曲を聴くたびに思い出しちゃう。わがままで勝手な話だけど、シンガーっていうのはバンドの存在を求める一方で常に孤独を感じてたりするみたいな複雑な人種だったりするからね。あ、ちなみに次のタイニーガールズはこのアルバムの中ではめちゃめちゃ異色、つまり普通にいい曲だったりする。なんつうか聞き入っちゃいますからね。で思いっきり油断してるとこのアルバムの中でも一番重たいというか、ドヨーンって引きずられるマスプロダクションって曲が始まって、なんだろう、実験音楽ミーツブルースみたいな曲なんだけど、それが8分とか続いちゃってさすがにもういいよってなるんだけど、でもすぐにまた聴きたくなるっていう、なんだろう、癖の強い豚骨ラーメンみたいな感じですかね。
今日のラインナップからロジャーを外したのは別に嫌いとか苦手とかそういうことではなく、うちでは本当にベルリン期に数えてなかったりするのね。だからいずれスケアリーモンスターズとセットとか、なんなら単独で全曲トークしてもいいかなって思ってたりします。というかロジャーって実はめちゃめちゃ好きで、なんならロジャー普及委員会になりたいくらいだったりするからね。で結局ベルリン期の魅力はなんだっていう疑問は一切解消できてない気もするけど、でも少なくとも自分の体が反応しない限り、知識としてドイツの電子音楽とかインプットしてもそれも全部嫌いになっちゃうんじゃないかなって思うし、むしろ気持ちいいと感じるものだけ、聞きたいと思うものだけを聞いてるのが一番いいと思うんですよね。だいたい俺だってペットサウンズなんて年に一度くらいしか聞かないし、なんならビーチボーイズよりキャプテンビーフハートの方が全然気持ちいいって思ってたりするからね。いつにも増して締まりが悪い気がするけど、でもさすがにそろそろお開きとさせていただきます。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。